んにちは、ケンジの気まぐれ日記です。前回の動画、琵琶湖バレイの後の動画になります。今回から読み上げソフトを使用してみます。自分の動画を見ていて字幕読むの面倒だなぁと思って使ってみました。聞き慣れないと思いますが、徐々に慣れてくると思います。ラコリーマ大見八幡は和菓子の種屋、バームクーヘンで有名なクラブハリエ、種屋グループのフラッグシップ店になります。琵琶湖バレイからラコリーナ大見八幡まで有料道路を使って車で54分、琵琶湖大橋を渡ります。車載カメラからは琵琶湖はあまり見えませんでした。有料道路は琵琶湖大橋のみで、あとは県道をひたすら走ります。のんびりとドライブをしていると目的地に到着です。右折して奥に進むと、どうやら道を間違えたようです。後日調べると、この道間違いは私以外にもあるようです。こちらがラコリーナの入り口です。一瞬 USJ のハリーポッターの入り口に似ていると思ってしまいました。駐車場は広く、大型車でも止めやすいです。着きました。こちらがラコリーナ大見八幡になります。緑のトンネルを抜けると、一面に広がるオカメササがお出迎えしてくれます。周辺はこんな感じ。屋根は芝に覆われています。店内に入ります。外と違って店内は洋風でおしゃれな空間が広がっています。お目当てである焼きたてバームクーヘンセットはまだあるみたいです。急いで並びます。こちらがメニューです。先に注文し番号札をもらいます。席が空き次第案内される感じです。バームクーヘンはまだ残っていました。焼きたてバームクーヘンセットが来ました。こちらはバームクーヘン用にブレンドしたバームコーヒーです。なんということでしょう。一口目の録画が取れていませんでした。気を取り直して一口。バームクーヘンなのに弾力がありもちもちしています。入れたら甘い香りが広がって、食感はとても柔らかいです。次は濃厚なホイップクリームをつけます。ホイップとバームクーヘンの甘さがこれでもかと押し寄せてきて美味しいです。バームコーヒーをいただきます。苦味は少なく香りが強い、バームクーヘンの味を邪魔しないコーヒーです。カフェ内は落ち着いた雰囲気で居心地が良かったです。焼きたてバームクーヘンセットを召し上がりたい方、購入したい方は早めに行くのがおすすめです。食べ終わる頃には先ほどまであったバームクーヘンは完売していました。
焼きたてバームクーヘンの購入分が売り切れになったみたいです。こちらは種屋のメインショップになります。種屋の和菓子が購入できます。壁面を彩る和菓子の木型がたくさんありました。この木型で和菓子を作っていたのでしょうか。細部まで細かい彫刻がされています。入り口と反対側の外に出て散策します。こちらは種屋オリジナルのカステラが購入できるショップとカフェがあります。画面に見える水田はラコリーナの新人社員研修の一環で田植えをされているようです。ちなみにラコリーナはイタリア語で丘という意味です。こちらはフードコートになります。シチリアのライスコロッケを種屋で表現したアランチーノ、季節の甘味を味わえる場所です。今でも人気の高いフォルクスワーゲンのワーゲンバスです。こちらはギフトショップになります。ロンドンバスをシンボルにシエトロン、H トラック、有名なアニメに出たフィアット500が展示されており、クラブハリエキッズの商品や様々なお菓子、グッズが売られています。さらに進むとラコリーナを訪れた方がよく写真を撮られているスポットに来ました。通路を進むと小さな扉がありました。入ってみるとギリギリ入れるくらい。外に出てみようとしましたが出口が狭すぎて断念しました。広大な面積のラコリーナを歩いていると体がほてってきたのでバームソフトをいただきました。抹茶とバニラともに味が濃く、付け添いのバームサブレもサクサクでバームクーヘンの味もしっかり味わえます。その後閉店時間も近づいていたので帰路に着きました。いかがだったでしょうか。動画作成がゆっくりのため投稿頻度が遅くなっています。伝わりやすい動画を模索しながら制作しています。気長に更新をお待ちいただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。
Thank you.